こんばんは、ピヌーさんです。サカツク特大号2続きやっていきます。よろしくお願いします。さて、もうですね、遊び方としてはですね、よくよく考えたら私しか面白くないフェーズに入ってきたんじゃないかなと思います。と言いますのも、要はお金を増やして好きな選手を揃えるだけのフェーズになってしまったからですね。ということで、今回もお金を貯めたいなと思っております。選手をね、獲得していくかどうかっていうのはまたちょっと未知数なんです。まあ、ただその強い選手を取ろうと思うと、まあ結局お金が必要になってくるわけですが、そのお金を安定的に、供給するためにはスタジアムを作らないといけなくて、まあそれが100億円ぐらいなので、お金を貯めつつですね、良さげな選手来たら獲得していって、またお金を貯めて100億円を目指して、お金が貯まったらスタジアムを作るというゲームプレイになります。まあもちろんその間にですね、クラブハウスを改築しようとは思ってませんが、クラブハウスの施設やスタジアムの施設を増築できるのであれば、資金に余裕があればやっていこうかなというところですね。今年も待ちに待った J リーグが開幕します。はい、じゃあやっていきましょう。制するのはどのチームでしょうか。ブラウビーズ対サン。今回はですね、多分何気にその不満をいかに解消していくかみたいなところも重要になってくるんじゃないかなと思ってます。3-1 だったらもう大丈夫でしょう。よし、もうね、他のチームも普通に強いですから、余裕ありますなんていうことはもう言えないんですよね。ただまあ、それでもですね、施設を作ってますので、選手はより強くなるだろうし、より戦いやすくはなるだろうしね。進めれば進めるほど有利にはなっていってるんです。曇りですが雨の予報は出ています。まあそれでも今回が17年目なんで、50時間ぐらいしかやってないわけですよね、このゲームを。最近のなんだっけ、エルデンリングとか、あれだ、タクティクスオーガリボーンとかが100時間ぐらいかかるらしいのでまあその手のゲームに比べると、まあ言うてそんなに時間かかってないかな。私参考にしている、参考と言いますかプレイ内容は見てないんですけど、大手のゲーム実況者の人がいるんですよ。割と最新のゲームをやる人なんですが、まあその人が何だったっけかな、ゴッドオブウォーとかだと思うんですけど、ゴッドオブオーをね、毎日5時間ぐらい配信やって、それがナンバリングがシャープ15ぐらいだったと思うんですけど、だから75時間やってるわけですよね。それに比べればね、サカツク、まあすごい時間かけてやってますけど、まだまだ甘っちょろいですよね。といって、
かといって100時間やるかって言われるとまあ考えもので、100時間やったらもうかなりやりきったなっていう感じになると思うんですけど、まあどんなに長くてもゲーム内時間50年目ぐらいで終わりかなと。で、どんなにやっても100年で終わりでいいんじゃないかなって思ってる。でも理想はもっと前に終わっていいんじゃないですかね。まずいね。なんだろうね、建てられるだけ施設を建てたら終わりかなっていう感じなんだ。明確にワールドクラブトーナメントで優勝して世界一になろうとか思ってないの。ん、大黒そんな強くなってないな。大黒が帰ってきましたが、帰ってきたタイミングで、永井がいないっていうね。大黒は失礼、三上か。要はまあこういう布陣かなって思ってますね、今後。うん、まあ本当にそのどこに行ってきたかっていうのが重要だよね。大黒全然上がってないもんね。解説は元ミスターマリノス木村和司さんです。よろしくお願いします。こんにちは、木村です。楽しみな。よし、オッケー。うん、ちょっと確認に行きましょうか。栄太郎、やっぱまあ次取るんだったらなんだろうな。あ、エストラーダエストラーダユースにいたんですけど、なるほどね。
強いんだね、やっぱり。これスタジアム施設のアミューズメントを増築できないかな。ないですね。三上留学に行かせたいが、お金に余裕がないので保留。大黒先発でいいと思うんだけどさ、玉田の方が総合力は上がっているからね。全国1億5千万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は J リーグディビジョン1変わんないんだ。ファーストステージ5回戦、ブラウビーゼ対アビスパ。実況は八塚博史、解説に木村和志さんのゴールデンコンビでお送りします。なるほどね、スタミナのサッカー、よろしくお願いします。面白い対戦になりました。木村さん、練習ご覧になっていかがだったでしょうか。ミニゲーム中心の練習メニューでしたね。田畑の方が調子いいな。大黒帰ってきたけど、意外と使い道がない。前田もシュートを決められるようになってきましたね。気が抜けない相手が続きますね。すでに夕闇から漆黒へと空の色も変わってきています。こんばんは。 J リーグディビジョン1ファーストステージ第6節、ジェフ対ブラウビーゼ。実況は八塚博史。前田と大黒だったら、まあ前田の方が、まあ覚醒した選手は強いんよね。リーグ戦も中盤に差し掛かり、順位の変動も少なくなってきました。うい、負けた。くそー、後がないですね。
維持費かかるな、1億1000万赤字。これはなんだっけ、改築か。はいはいはい。しんどいなって思ってるけど、あっという間に終わっちゃうからね。疲れはないですね。ああ、森氏か。このタイミングで。ああ、森氏。あ、そう。1億円でどうだ？ああ。悩む。ちょっとこれで返事が来るってことは。ああ、世界最高クラス。なしかな。やっぱお金貯めなきゃな。森氏は多分ね、若手から育てれば伸びると思うんだけど、今取っても多分厳しいんじゃないかなという印象だったんで流しました。さあ、パープルサンガーも強いですからね、1回戦から。なかなか J2 の相手とはぶつかりませんけども。皆さんいかがお過ごしでしょうか。J リーグの全チームがホームアンダーウェイでトーナメントを戦います。スタミナとディフェンスが伸びてきたかな。1回戦、ジャイアントキリングは果たしてあるのか。第1試合、ブラウビーゼ対サンガ。うん。お、勝った。いやー、勝ってない。引き分けた。なかなかね、なかなか難しいね。お金あと10倍。10倍貯めるって辛いな。3年間ぐらいかかっちゃうね。
全国の J リーグファンの皆さん、こんにちは。本日は J リーグディビジョン1ファーストステージ第7節ブラオビーゼ対レッツ。田中達也か。35歳。あ、エメルソンね。よろしくお願いします。木村です。よろしくお願いします。面白い対戦になりました。ちょっとダメっすね。戦術が合ってないのかな、前田良一と。ポストプレイ覚えさせる。戦術変更して。あー、ポストプレイ。まあ、監督はポストプレイしろって言うんだよね。リベロ&ポストプレイね。まあ、カウンターじゃなければ確かに、まあ、別にいいっちゃいいんだけどって感じじゃない？フォワード、ポストプレー、リベロ。フォワードが弱い。まあ優勝を逃しそうなんで、戦術変更しても別にっていう。はい、ポストプレーのリベロ。戦術理解度やばいっすよ。ここをポストプレイだね。伸びるかね。チームの理解度最悪ですが、前田良一選手の驚異的な、まあそうなんだよね。前田はポストプレイタイプなんだよな。確かにカウンターするんであれば長い大黒みたいだね。リベロだったら根本の方がいいんじゃない。実はディフェンダーもそろそろ交代かなって感じしますね。これで監督は文句ないでしょう。春も竹縄となってまいりました。本日は J リーグカップの模様をお送りします。さあ、トーナメント1回戦、ジャイアントキリングは果たしてあるのか。第2試合。おお、あれ機能してるな。あれあれ、なんかめっちゃ機能してるんだけど。 4-0？ 嘘だろ。監督のやりたいようにやらせたら解消しましたね。 4-0 で負けてもおかしくないかなとも思うぐらい覚悟したんだけどさ、あの見た目の総合力ってあんま関係ないんかもね。監督とその監督の得意な戦術に合う選手を揃えた方が案外うまくいくみたいな。
そうすると右の財前のいたところに中村俊輔とかね、ああいうパサーというかクロッサーが入ればより安定しますね。皆さんこんにちは。今日は J リーグディビジョン1ファーストステージ8節グランパス対機能してるもんなねえ、安定感増しましたね。でいろんな選手が点を入れるしね。まあ前田選手がねポストになって、そっから一回ボール預けてからね供給するっていう形ですからね。だからまあ右側財前とかの方が多分合ってるんでしょうね。実際サッカーを愛する皆さんこんばんは。 J リーグディビジョン1ファーストステージ第9節現在第4位勝ち点14ブラオビーズ。今日の対戦相手は第11位、疲れたまんなくなっていいですね。おお硬い、よーし勝った、硬い試合だったな。順位はまあ5位ぐらいでしょう。上がどれくらい離れてるか、もしくは詰まってるか。上が2敗ぐらいしてれば可能性ありますけどね。1敗か、勝ち点差が8。強いわジュビロ。8は追いつけないですね普通に。不満は出なくなってきましたね。フォワードな、フォワードでも特に不満はないんだよな個人的には。な
雨は止んできました。どうやら試合には影響なさそうです。本日は J リーグディビジョン1ファーストステージ。よし、オッケうわー、これ2回戦で負ける。ジュビロ戦やばいね。うん、翼くんかー。あー、翼くん留学悩むな。若いし、翼くん留学行かせるか。若いし、翼くんがいなくなったってやばいでしょ、我がチーム。ちょっと待って、大黒長いか。あー、大黒長いだな。あー、ちょっと、翼くんいなくなったらまずいよね間違いなくまずいような気がするんですけどね。間違った、ミーティングルーム行こうと思ったんよ。ご覧の通り、今日は雲一つない青空が広がっています。ホームとアウェーの1試合の結果で次のラウンドへの進出を争います。残念。やばいな、眠くなってきたねまあ特に話すこともないからね、今ね。キャプテンでしょ、キャプテン二側で 7.83 か、評価点高いな。
な。加藤セウキウェイ、ここでなんか世界レベルって言われればいいんでしょうね。トップレベルな、トップレベルは多いんだけど、ポストプレイのゾーンのリベロ、心地よい季節です。本日は J リーグディビジョン1ファーストステージ11回戦ブラオビーゼ7勝3敗、あ、変わんないのか。ホーリーホック4勝6敗、引き分けなし。実況はやつづか、解説に木村和志のゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。面白い対戦になりました。ところで木村、そうそう、あの翼くんいなくなってから勝たないとね、オッケーですね。翼くんがいなくても大丈夫だということにならないとね。あー、そうだ、キッカーを変えなきゃいけないんだ、蓋側に。全国の J リーグファンの皆さん、こんにちは。 J リーグの全チームがホームアンダーウェイでトーナメントを戦います。なってるね。 J リーグカップ、さあトーナメント2回戦、1回戦は苦戦の末の勝利でした。第2試合、ジュビロ対ブラオビーゼ、実況担当は八塚博士。2回戦敗退だ。うわ、山本ね、怒り静まってくれるといいんだけどね。
勝てれば最高だが、5000万。ファーストステージ12回戦、現在第4位。まあ強いな。強い。ジュビロが今一番強い。山下、そうなんか、なし。まあ夏ぐらいになったらね、もう一回見に行きましょう。よし、山本がだんだん落ち着いてきました。残り3試合ですね。10勝したいね。あと2つは勝ちたいね。ご覧ください、ちょっと大黒さんが伸び悩んでる感じするわ。対するはメジェール3勝7敗2引き分け。実況担当は八塚博士。ああれか、解説は奥様がセガで大人気の木村和彦さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。面白い対戦になります。久しぶりの快勝ですね。もうちょっと気を抜くとな、ダメだもんね。
ご覧ください。この輝く太陽、今日は J リーグディビジョン1ファーストステージ第14節第4位ブラ。安定感あるね。5対0。収支が3億円のプラス、いいですね。視聴率も好調です。2000万でもあれだ、して2000万であってね、2000万でも3000円で人入るな。早く不満消えろ。2000万でも人入るね。全国1億5000万のサッカーファンの皆様、こんばんは。優勝は決まりましたが、シーズンはまだ終わっていません。ブラオビーズ、実況はおなじみの。よし、オッケー。これで最終順位2位ぐらいまでいけませんかね。終わってみれば結果はまずまずですよ。4位、上硬かったね。硬いわ。ジュビロも抜けてるし、ジェフとレッツがいるってことは下位が大変なことになってたね。まあ4敗しちゃったらもうないか。いや、ジュビロ強いっすよ、ほんとやばいよね。どうしようね。
練習はどうしよっかな。ポストプレイ鬼練習しようかな。あーでもすぐ上がってきてるな。ポストプレイ鬼練習しよう。はい、大丈夫でしょう。休ませなくてもね、マッサージルームもありますから。三上な、そうだね。三上退正するかわかんないけど、留学行かせちゃいますか。あーデータ室行って三上表聞いてこようかね。それで決めようかな。おい、市川と大黒、あ、財前引退しそうな気するんだよね。市川、大黒、財前、西部か。ちょっと評価薄いね。評価薄いな。評価薄い選手にお金使えるかって話になってくるんだよ。随分非常なことを言ってるけどさ、世界トップクラスのみたいな内容になってれば、おお今のうちに留学行っとけ行っとけって話になるんですが、課題が残るとか言われると、留学2億円か、満了でいいかなみたいな。夏のね、オープン期間に満了で。チャールズ、チャールズっていい名前だな。いや来たよ、もういいよ、立てるよ。あと動物園だろ、立てるよ。もう刑務所、動物園、あと新幹線駅とか言ってくんのかな。よし、けた。サーの称号を持つイングランド史上最高のフォワード。やべえやつ来た。あ、やべえやつ来た。1億円。2億円で12億か。12億。あー、でもなー。永井と前田がいるんだよねー。3億円ぐらい積んだら来てくれるかな。
今、ディフェンダーだったらね、あの枠空いてるんですけど、あとゴールキーパーとか。飯島がさ、なんか俺の想像よりも伸びてないんだよね。いやー来たよ動物園。まあいいよ、じゃあ作ろうか。もう3年ぐらい言われ続けてるからね。本当経営を圧迫しますよね。10億飛びましたよ。ちょっとさ、不満が収まんないんだけど。まあ、大体不満出る選手って多分、選手としての能力がそこまで高くないと思うんだよね。三上、満了しようかな。5000万の4000円とかで徹夜組出ないかね。大会行けないんだ。いやマジしんどいこれ。めんどくさすぎる。あれだね、多分翼くんがいなくなって強力なリーダーシップがなくなったからあんなこと。タクティクスがなんか一気に伸びたんですけど、奥さん一気に伸びたんですけど、びっくりしてるんですけど。なんとかポストプレイ可能。それでもなんとかなんだ。その分442がしょぼいっすね。442時給時給すげえな、一気に伸びた。
消えなくなった。もうこれだるいっすね、ほんと。翼くんがいない間の1年間大変だよ。エメルソンだ、やっべー、強いよねー。いやー、5年契約エメルソンはすごいわ。来たわ、取れないけど。無理ですね。クラブハウスの、あー、マッサージルームが、うわ、6億か。まあ作っておくか。まあこれでそろそろフルでね、練習入れても大丈夫なんじゃない？いや、めんどくさいね、ミーティングルーム行くの。飛ばそうかな。
取りたいんですけどね、お金がねないんですよね。動物園、まあまあまあ、町が発展してくれればいいですよ。そう、毎週来ないとダメだな、これまずいね。これ鬼だわ。商業 10%、 商業も 15% ぐらいにしたいですね。人口はまあまあこんなもんだろうって話なんだけど、まあでも100万都市ぐらいまで上げないといけないからさ、いずれ。はーい、三上満了しよ、契約切っちゃおう。6月7月つらかったな、暇すぎて。よし、はい、頑張ろう。これ15億円ぐらい使ったでしょ。使ったわー、マジで。5の4ぐらいいけませんかね。まあダメか。2の3か。よし、山本さんダメそうですね。そろそろ内山、いい音、盛岡は盛岡の方が2回とあるね。練習指示は、いやこれフルでいけると思うんですよ。実給ポスト、ポジ別筋力かな。ポストプレーの理解度かなり上がりましたね。一気に来たね、一気に伸びたね。ああ、監督に任せれば一気に理解するんだな。
戦術を理解してきておりね。清涼剤となっております。さあいよいよ J リーグディビジョン1セカンドステージが始まります。ブラオビーゼ、さてこのセカンドステージを制するのはどの。ちょっともう、いや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 、ちょっと 4-0 ですか。 4-0 はまずくないですか。4-0? ここえぐってくるね。4-0 か。ちょっと休憩しようかな。4-0なんか見せられたら。はい、一旦休憩。はい、それでは続けます。
さてさて、年末までに15億円ぐらい貯めたい。順位に関してはちょっとまだ保留かな。ああ、ありますよね。忘れてました。ああ、開幕戦 4-0 で負けたのかなり痛いんじゃないですか、それ。スタミナ伸びてますね。あーよかった。また点の入らないシーズンが来たのかと思った。まあそうですよね、やばいですよね。不満よな、これほんとつらいわ。まあ、翼くんをね、留学させたのが、成績不振につながってるのは重々承知しております。いや、将来性を見据えてやったんや。良かれと思ったんや。西の空にわずかに残っていた茜の空も黒一色になろうとしています。こんばんは、 J リーグディビジョン。点が入らない。ようやく、ああようやく入った。なんとか10位からは脱出できそうです。
さあここも頑張って勝ちましょう。うん、疲れね、たまんなくなってきていいですね。ブラオビーザ対サンガ、実況はおなじみの八塚博士、今日は広島弁解説でおなじみの木村和志さんです。よろしくお願い。よかった、1点入った。あーよかった、守り切った。地方自治体に10億円寄付したのと、不満が収まんないのが結構、なんだろうな、モチベーションを下げますね。よし、清涼剤となっております。本日は J リーグディビジョン1セカンドステージ第5節、アビスパ対ブラオビーゼ、実況はやつ。よし、硬い試合やってますな。でも勝ちは勝ちです。西部さんどうだろうね、満場かな、難しいな。不満言い始めたもんね。さ、勝てば順位が入れ替わりますね。強いんよ、もうみんな。ブラオビーゼ対ジェフ、実況はいつものように八塚博士。今日のやばい、よし勝った、よしよしよし。収支も3億円のプラス。
休養多いな。ポジ別、瞬発力、持久力で休んどきますか。残暑が厳しいです。本日は J リーグディビジョン1セカンドステージ第7節第2位ブラオビーゼ、よし頑張りましょう。第12位2位をね維持してシーズン終わりたい。よーし危な危なー、最近は少し涼しくなってきました。本日は J リーグディビジョン1セカンドステージ8回戦。8回戦で、今のところいっぱいで来てるはずなのでペースは確かにいいね。いやキャプテンシーある選手いるといないのでこんなになんか管理のめんどくささ違ってくるんだっていうので衝撃受けてますよ今。今回の動画はきついね。なんかテンポが良くないとね辛いよね。涼しい夜が続いています。こんばんは。 J リーグディビジョン1セカンドステージ第9節現在第2位。おっと
点が入らない。いやー、終わったー、終わった、負けたー。これで優勝は厳しいんかな。第10節。多分ね、9月中フルでやって残り3試合か1試合残る感じでしょ。ご覧ください、この輝く太陽。今日は大黒がちょっと厳しくなってきてるからな。攻撃的ミッドフィルダー一人ね、獲得したいよな。なんかそれこそ野中だあたりがいてくれると助かるね。年俸3億円レベルの選手が欲しいけど、欲しいは欲しいんだけど、スタジアム作んないとな。ああ、もう完全にいなくなったか。うわ、田畑覚醒する可能性あるよ。田畑覚醒チャンスで、ザイが久しぶりに戻ってきました。田畑覚醒したらやばいね。問題が一つ解決される。勝ち点差ついてるな。でも負けたらまずいんだけど、勝てば結構引き剥がせますよ。鮮やかに照らし出されています。今日は J リーグディビジョン1セカンドステージ11回戦、現在第2位、勝ち点23、ブラオビーズ。よし、いいね。安
定してる勝ちでしたね。OK ですね。さあ、勝てば順位が入れ替わりますが、そうは問屋が下ろしませんですよ。いやもう一回り強いもんな。結局中山がもう無理でしょうね、抑えるの。ああもうジュビロが最強ですよ。いや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 もう歯が立ちませんもんね。収支まあ3億円のプラスがね、コンスタントに出てますからいいですね。あと3試合。ミーティングルームさえなければね、サクサク進んでよかったと思うな。ジュビロやばいっすよなんかね、新人獲得もさ、もうユースが出てきてるんで結構埋められちゃってさ、弱体化しないんすよね。ご覧ください、この輝く太陽。今日は J リーグディビジョン1セカンドステージ第13節、現在第2位。
おっと？いやーいやーいやー、よかったよかった。西部と飯島が良くないね。ずっと怒ってる。さあ残りね、残り2勝できたらいいね。涼しくて非常に過ごしやすい気候となっております。西部出してみるか。調子最悪か。第2位勝ち点28ブラオビーゼ、対するは第16位勝ち点7ヴィッセル。実況担当は八塚博士、放送席には財前がね、決めましたね。さあまあジュビロが負けてれば優勝の可能性あるだろうけど、ないでしょうね。多分もう優勝決まってるんじゃないですか。ああ、ジュビロ負けてる。勝ち点1差。なるほど。なるほど。まあ、勝つことが最低条件。優勝したら偉いもんだよ。ああ、モリシよく来るよね。いや欲しいんだけどね、マジで。モリシ獲得で財前いなくなって、モリシ獲得するか考えた。あと少し。まあ、キャプテンシーもあるしさ、
まあ財前の代わりのポジションかな。まあ前線でやらせてもいいだろうけど、前線なのかな。ミッドフィルダーのイメージが強いんだけど。よし、落ち着いた。さあ、ここきっちり勝ちましょう。試合見ますか。ポストプレイになったなってからの試合見てないですもんね。全国1億6千万のサッカーファンの皆様、こんばんは。裏オビーズ最終節の今日の試合、どういった試合を見せてくれるんでしょうか。注目しましょう。実況担当は、さあ選手たちが入場してきます。それではスターティングメンバーをご紹介します。メインスタンドから見て、アライバ、ここでボールを持ちます。アライバ慎重に運んでいきます。ガンバ右から崩した、やば、おお怖。根本、さあここからどう攻め上がるんでしょうか。ここは問題ないです。ブラウビーゼ思い切っていくか。裏に通ってチャンスになった。よし、うまい。入った先制ゴール。うまいね。VTR が出ます。木村さん、長い、難なく決めました。いいシュートでしたね。市川、ここでボールを持ち、おっと、完全に足に行ってます。ファール覚悟だったんでしょうか。どうやらイエローカードのようです。現在試合はハーフタイムを迎えています。前半のこれは勝てそうですね。後半ブラウビーゼリードを広げる、勝てるんじゃないかな。注目しましょう。ブラウビーゼ、いい連携、通った。勢いがあります。よかったよかった。様子を伺います。中央抜けます。パスを送ります。ブラウビーゼ右サイド上がってます。直接行った、おお、飛んだ。後半17分、内山、どちらが主導権を握るんでしょうか。中央を狙った、ノートラップで合わせた。おお、大黒、気持ちが入りすぎたんでしょうか。木村さん、ガンバ戦術を変えてきましたが、ね、ここはパスを出す、カット、このボールをディフェンダーがカットします。悪くないですよ。1点入れましょう。横に振ります。かわした。ブラウビーゼ、コースは空いてます。大黒、うまく体を預けてボールをキープ。さあ、天気は晴れ、星空の下での戦いとなりました。本当に綺麗な星空ですね。ガンバ、星、ここで入るようです。ブラオビーゼ、ここで3人同時に選手交代です。よし、ここで主審のホイッスル、試合終了です。ブラオビーズセカンドステージ優勝です。逆転優勝、やった。今回のセカンドステージを振り返ってみるといかがでしょうか。本当に素晴らしかったですね。しかしまだチャンピオンシップが残ってますよ。選手たちが祝福の紙吹雪の中を走ります。それでは興奮のるつぼと化したスタジアムにお別れを言いたいと思います。ごきげんよう、さようなら。おー、逆転優勝やったね。試合見てよかったね。なんか報われたわ。今日の動画きつかったからさ、ちょっと報われましたね。
ジュビロが負けてんだね。ホリホックか。これは悔しいね。岩田はジュビロ詳しい詳しいじゃないや、悔しいね。よっしゃこれはいろいろ大きいです。10億円はでかいな。おお、ありがとうございます。よし、不満なし。いやー、良かったですね。おーい、これでだいぶ楽です。頑張れば20億円も狙えそう。わー、バランスいい。バランスいいな。8番空いてないかな。空いてないか。空いてないな。蓋側がつけてるな。森島さんってさ、8番だったと思うんだよな。8番だよね、ずっと。でも8番空いてないから、ヤンマー時代につけた13番か18かな。で、ワールドチャレンジカップ行きます。ワルシャワか、いきなり強そう。ミッドフィルターですよね。でもフォワードもいけるんだな。あれ、サテライトか。ザイト、ああ変えても OK そうだな。まあ後継者ですね。ちょうどキッカーとしては、まあシュートはいいとして、フリーキックですね。
微妙か。ん、なんか面白いメンバーになってきましたね。うん、あと翼くん戻ってきたら長い前に出してみたいな。さあ、ポーランドですね、ワルシャワ FC。 日本晴れとはこういう天気のことを言うのでしょうか。本日はどっちが勝ってもおかしくない。ワールドチャレンジカップの模様をお送りします。さあ、トーナメント1回戦、負ければその場でジエンドとなってしまうカップ戦が開始されようとしています。いや、どうだ、案外もう財前の方がいいのかな。ワルシャワ FC、 実況は八塚博士。財の方がいいのかもしれない、調子を考えると。よろしくお願いします。こんにちは。では、負けても納得というか、まだ森島さんフィットしてないからね。よし、おー、これは大きい勝利です。森島さんのプレイスタイルちょっと検索してみよう。セカンドアタッカー。まあ財前の後継者としてはいいんじゃないかな。日本晴れとはこういう天気のことを言うのでしょうか。本日はワールドチャレンジカップ2回戦、ブラウビーズ、海外のチームを相手にどういったサッカーを展開するのか。今日の対戦相手はアラスタ FC。 よし、あれ長い。ここで怪我ですか。もったいないっすね、怪我は。お？ああ、田畑ね。田畑は覚醒しなかったか。入れ替わりのように入れ替わりのような形になりましたね。長い出場はできるけど、
人数の面、ディフェンダー、まあまあまあそうだね。モリッシはミッドフィルダーにコンバートします。何どうした、スランプ、タバタ、あれか、怪我から復帰して練習しちゃったからね。よし、タバタじゃないな。さあトーナメント準決勝、準決勝もこのままのムードでいきたいでしょう。ブラウビーズ、まあ、連携がねずれてますけど。実況担当は八塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼隆さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。勝てたらいいねって感じの相手だね。世界スタジアムからこの熱戦の模様を。2-0 か。1点欲しい。ああ、長い怪我しなかったらワンチャンあったかな。はい、お疲れ様でした。まああと大丈夫だと思います。財前引退発表してくれればね、多分殿堂入りいけそうな気がするんだけど、現役続行の意思を示したら満了だね。申し訳ないけどね。お金あるからな、取りに行けるんだよな。お金たまんないっすよ。ディフェンダーかゴールキーパー、厚年来たぜ。あ、待って、中村俊輔来たんだけど。おお、待ってくれ待ってくれ待ってくれ、1年契約の1億円でひとまず。さあ、中村俊輔の獲得はちょっとミッドフィルダーのポジション争いが苛烈になったぞ。そうすると三浦篤弘も欲しいけど、欲しいんだけどダメだ、持て余すんだな。世界最高クラスのディフェンダー、いやー今じゃないわ。すっげーいい買い物した。どうする、あとディフェンダーとゴールキーパーぐらいだよな、あの補強をかけるとして。ディフェンダーか、ミッドフィルダーはこれで完全に
完全に整ったな。で、森島も俊介もキャプテンシーあるし、市川、二川、ボランチで、財前引退、長井前にして大黒がサブ。そうだね。来年楽しみになってきた。めっちゃ金貯めないと。めっちゃお金貯めてこのメンバー維持しないと。わ、楽しい。中村俊輔来たよ。あとはね、なんかサブに入れても怒んない人欲しいっすよね。で、そうね。難しいね。それは難しい話だよな。来季はさ、その、契約更新がモリシーと中村が出てくるんで、すげえ金貯めないといけないわ。5年契約1億5000万ぐらいで契約取りたいんで、2人だけで20億ぐらい使うでしょう。中村俊輔は背番号10番のイメージが強いけど、なるべくゆかりのあるナンバーつけさせたいから、25空いてるかな。西の空にわずかに残っていた茜の空も黒一色に染まっている。世界中の一流選手たちを集めて行われる欧州選抜対世界選抜の試合をお送りします。皆さんおなじみのスタープ、よし。来季が楽しみになってきました。8億円ね。予算、契約更新の予算が足りねえ。25番空いてるといいな。21歳だからね、育て甲斐があるね。空いてないかな、25番。あー、森岡に使ってますか。あー、そうすると28。
さて、森島出てる、中村俊輔も出したいけど、まあ長井、大黒、田畑も、山本もな、引退近いからな。山本とこう、なんか山本秀臣も、なんだろうな、綺麗に引退させたいなとは思ってるんですけど。西の空にわずかに残っていた茜の空も強いよね。今年も J リーグチャンピオンを決める大事な試合を迎えました。 J リーグチャンピオンシップ優勝をかけて戦います。どうだろうな、長い下げて大黒舞か。どちらなんでしょうか。本当に楽しみな対戦ですね。連携考えるとね、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。こんばんは。強いな。同点で終われれば。ああ、3-1はまずいわ。3-1はひっくり返すの大変だぞ。森氏と中村俊輔がいるところに翼くん帰ってくるんだろう？やば。やばいね。困るね、なんかいろいろ。長い。いよいよ今シーズンの王者を決めるチャンピオンシップが開催されようとしています。ブラオビーゼ対ジュビル。さあ勝つのは一体どちらなんでしょうか。本当に楽しみな対戦ですね。実況はやつづく。いやーもうダメだ。追いついた。まあね、力の差ですよね。これが力の差ですね。はい。
ちょっとまあ来季の構想を意識した編成にしますか。ザイと中村、そうだね、これでキッカーを、まあ中村育てましょう。でまあまずは個人練習でプレースキック磨いてもらって、そうだね、これでまあスカウトにはまずはディフェンダーかな、ディフェンダー中心に、ゴールキーパーも一人見つかれば、あ、布部監督が、あー布部監督来たな、あれ布部監督来たんだけど、え、フォワードからディフェンダーまでこなすんであれば、ディフェンダーにコンバートして使い続けてもいいな。ちょっと1年契約7000万ぐらいでどうでしょうか。取れました。え、じゃあ、ゴールキーパー、いやー、ゴールキーパーはもうほんとトップレベル一人取れれば今後超楽になるんで、スポンサー次第になってしまったな、資金が。選手たちは全く動ずる様子がありません。本日はニューイヤーカップ1回戦で、よし、布部さんって布部で合ってんのかな、読み方なんか布部監督なのかもしれない。あー、布部さんで合ってますね、相性ワンちゃん。まあ本当は全部できるって書いてあるな。右サイドバックだから、まあちょうどディフェンダーとしてやってもらいたい位置です。ところどころに水たまりができております。思わぬ番狂わせもこの大会の魅力でしょう。2回戦、はい、やっていきます。 FC 東京、実況は八塚。うん、大丈夫ですね。なんか一気に戦力アップするかもしれませんね。
オッケー。このまま決勝まで行ってくれると助かる。お金の面で。疲労はちょい出てます。うん、ジェフは強いですよ。ホーム戦2試合引いたのは大きいね。雲一つない晴天に恵まれました。思わぬ番狂わせもこの大会の魅力でしょう。さあトーナメント順調。おーし、オッケーだ。うん、攻撃に厚みが増したような気がします。あとゴールキーパー川島とかいたらなんか盛り上がるんだけど、まあでも西部このメンバーだったら西部さんを正ゴールキーパーにした方がかっこいい気がする。メンバー渋い、とても。メンバー渋いよな。前田良一、永井雄一郎、森島、中村、二川、根本、飯島じゃなくて西部だったらさ、まあでもちょい下がるんだよな。西部24、西部26。面白い対戦になりました。うん、いよいよ始まりますよ。決勝ジュビロ来るだろうからね。よし、オッケー、オッケー。決勝戦ホーム引きたい。特別調整かければよかった。よし、ホーム引いた。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今年のニューイヤーカップも決勝戦を迎えました。ブラオビーゼ対ジュビロ。5000万。実況はいつものように八塚博士。今日は広島弁解説で。先制点。ダメだ。おお、追いついた。よしよしよし、いいぞ。目覚めた今。
いやー、頑張ったけどね。頑張った。食らいついていけるようになりましたよ。90分の長いのゴール盛り上がったろうな。よっしゃ。長かったー、今回のシーズン。すげー長かったけど収穫も多かった。あともうひたすら金を貯めるね。もうメンバー固定されてきたからね。しんどかったっすね。あとなんとか乗り切りたい。契約を乗り切りたい。スポンサー次第お願いします。スポンサー様。あ、財引退です。あー、いやー、よく頑張ってくれましたね。これ殿堂入りってわけでもないのかな。通算成績見たいよね。何試合出てみたいな。あれないんだよな。いやー、ジュビロがひたすら強かったっていうシーズンでしたね。人気は維持してます。終始3億円の黒字。いろいろ買い物はしたんですが、あれ群もめっちゃ伸びてますね。動物園と警察署高かったっすよ。なければまあプラス10億ぐらいいけたんですけどね。あとスポンサー様お願いします。5億マイナス5億。うおっと、これはまずいね。いやー、目先のお金を取るかどうかなんだよな。こういうところって大事なんですよ。大きくなる可能性があるんで、ちょっとでも目先のお金ですかね。ひとまつ、市川と大黒困るね。立ち位置、いや5年の6000万ぐらいじゃない。あ、結構高い評価なんだ。西部も困るんだよな。立ち位置が平助、まあ4年でいいでしょう。4年の7000万、7500。8500。ダメになるかもしれない。ああ、弱った、通った。西部さん、ちょっと悩む。満了でもいいんけど、ちょっとこのメンツだと正ゴールキーパー、でも満了だな。満了、なんか申し訳ないけど、根本ディフェンダーだろ、森島ミッドフィルダー、長井フォワード、フォワード、布部さんディフェンダー。お金結構余りました。おお、すげえのが来た。この人契約したら10億吹き飛ぶんだけど、まあ先行投資か。モリシー、中村、モリシーかな。
ゴールキーパーですね。しばらくちょっと考えなきゃいけないの。サポーターズクラブの資金も重くなってきたな。はい、あーバランスいいですね。あー布部さん背番号、24、33、8、18、4、6、6空いてます。2、あとは18空いてないんで6です。新人、サタ、ヘムリカ、川口とか奈良崎とかね、来てくれるといいね。お金余裕あっとして余裕あります。ジュビロが何か新人取ってくれると助かるんですけどね。そうすると弱体化の可能性が出てきて、緊急なお話、あー武藤、いや安い、いいえ安いな。20億円とか積まれたら多分出してた。だね、小田強いんですよ確か。結構新人入りますね。多分ね、ジェフは弱体化したような気がする。かわいい。メーリンク、メーリンク。キーパーユースから取ってもいいのかな。結構補強しますね、他のチームがさ。レッツも結構新人取ってんだよな。ヴェルディもそうだね。
ああ、カジさん、3500円。あとはまあこんなところか。ゴールキーパーちょっとね、スカウトに頼もう。23億。まあ来期50億円ぐらいかかるんじゃないですかね、契約。ちょっとお金がきつくなってきたような気がします。優勝をバンバンしないと。はい、アムステルダム行きましょうか。維持費が1億円ね。かかるね。来期ちょっと大型スポンサー結構離れるな。やべえな。来期というか、次のオフね。やばいな。これ1億だったら、ああダメだな。1億でもこんなもんか。2の3。まあ2の3だね。テナントパワーアップできれば非常に優秀な。ん？景気がいいぞ。これはひとまずサテライトだね。布で身を、まあでもこうなっちゃうんじゃないかな。盛岡、なるほど。
ど。内山31歳か。じゃあこうか。連携が多分なってないですよね。まあそれはまあややしょうがない。連携とまあ連携持久力か。うん、そうだね。文句を言わないゴールキーパーが欲しいっすね。阿部ベテラン。うわー、なんかやべえの来た。あー、やべえの来た。でもこれは取れない。まだアミューズメント施設行けた。これでアミューズメントを入れて、まあ今まで4000万弱ぐらいだった1試合平均の施設収入がどれくらい上がるかをチェックしたい。まあまあこんな感じで、あと夏ぐらいにさ、もう一回確認するけど、施設は多分もうパワーアップしなくていいっすよ、しばらく。金遣い。ああ、いつも金がないんだよね。まあ、これは収まりますから。これ1000万でいいんじゃないかな。ファーストステージ開幕戦を迎えました。何年経っても開幕戦とはいいものです。ブラオビーゼ対ちょっとフルで見てみよう。実況はフルで見てみよう。水沼貴史グラウンド上に選手たちが入ってき、水沼さん、布部移籍後第1戦目を迎えました。ナイススライディングです。中央がガラ空きになっている。FC 東京シュート。やば。先制ゴール。マジか。ヌモベ、さあここからどう攻め上がるんでしょうか。連携ね。ラオビーゼ安定したパスを見せます。前にパスが出ます。ああ、よし通った。ボールを流した。いい位置にいます。おっと。完全に足にいってます。カード。ブラオビーゼこの位置から果たして狙ってくるのか。ボールを横に。よっしゃー。前半31分、双川確実に決めました。ではリプレイを見てみましょう。水沼さん、双川素晴らしいシュートでした。シュート。ブラオビー、さあここからリズムに乗っていきたい双川。市川サイドチェンジで流れを変えるか。いい位置に上がってきました。ゴール前チャンスだ。キーパー1対1。おっと、よし入った。逆転ゴール。今のプレイを大丈夫そうな気がするな。試合はハーフタイムを迎えています。水沼さん、ここまでのところはいかがですか。ブラオブラオビーゼ全く攻撃の、あーっとインターセプト。様子を伺います。切り返した。状況をよく見ていました。ボールを持ったまま切れ込んでいきます。
うわぁ。マジか。FC ボールは FC 東京。チャンスです。このまま試合ひっくり返すことができるのか。カットカット。ボールを持ちました。さあカットできないか。前にパスが出ます。よし。左でボールを待っていた。ブラウビーゼ。左サイド。おっと。いやーまあこのままか。ブラウビーゼ、少し角度のあるところでフリーキックのチャンスです。直接シュート。うわー、インセーブ。まだね、まだ精度がないからね。水沼さん、ここまでを振り長い。どちらが主導権を握るんでしょうか。ワン・ツーディフェンス翻弄。ブラウビーゼ、思い切っていくか。通った、絶好のチャンス。よっしゃー。それではもう一度見てみましょう。どうですか水沼さん、長い素晴らしいシュートでした。オッケー。 V ゴールで試合を決めました。まあかなり苦戦しましたがオッケーでしょう。4000万、あれあんまりあんまり微妙ですね。まあ建築中かもしれないしね。はい、ということで終わりです。次回はもうお金貯めます。ゴールキーパーぐらいでしょうね、補強が必要なのは。名前のある人か、もうめっちゃ強いゴールキーパー欲しいけど、スタジアム大きくしたいね。100億貯めたいね。はい、それではお疲れ様でした。